医療忍術講習の参加者リストだ。ようやく講習ができるのね。けどこれをきっかけに医療忍者になる者もいるかもしれない。大事な講習だ。そうね。アカデミーでも基本的なことしか教えられないし。あら、なんだ。うちのが参加するみたい。サラダならすぐに医療忍術もマスターしそうだな。そうだといいわね。だってさくらさんの娘だし絶対才能あるだろ。でもママの娘なのにできないって知られたら。とにかく明日一日何とかしなきゃ。そりゃサラダは医療忍術のスペシャリスト、さくらさんの娘だから私たちとは出来が違うだろう。おはようみんな。今日は医療忍術について勉強してもらいます。まずは軽く講義を受けてもらって筆記試験を行います。助かった。実技はダメだけど筆記なら自信ある。乗り切った。では2次元目から実習に入ります。やっぱ実習だよね。まずは2つの液体を混ぜてコーヒー牛乳にしてからまた2つに分離する。任務中敵の毒で傷ついたり仲間が毒蛇に噛まれたりした時に役に立つの。まあ基本中の基本ね。できてる。なんで。どれどれ。分離成功ね。3次元目は焦燃術よ。手のひらにチャクラを集中させ、傷ついた部位に当てて治りを早くする。集中集中するのよ。いやー課題も終わっちゃったんで、せっかくだから見学させてもらおうかと。なんだそうだったのね。いいわよ。サラダこんなのできんのか。大丈夫か。何。え、いや、あ、ボルト。え、集中したいからどっか行ってて。はーい。咲いてる。すげー花が咲いたってばさ。みんなお疲れ様。しずねさん、相談役どうしたんですか。医療忍術講習の様子が気になっちゃって。父ちゃん来て正解だぜ。サラダがすごいってばさ。そうみたいだな。練習用の模型にチャクラを流して動いたら成功よ。なんでこんなことに。動いて。お、なんだろう。なんで。お願い動いて。魚が焼けてるってばさ。うまくできてないのにできたことになっちゃってて、どうしていいか分からなくて本当にごめんなさい。なんだ。そんなこと気にすることないってばよ。苦手なことの方が多いというか。そうそう、父ちゃんができないことって医療忍術ダメ。私完璧じゃなくていいんですか。当たり前じゃない。完璧な人間なんていない。動いた。まずはそこ。なんだかんだ言って医療忍術が広まったみたいね。そうですね。さくらさん大変です。